えー、っとね、さんざんえっとね、最近、YouTube で上げてなかったですけど、自分が、えー、2年前の7月に、警察署の取り調べで暴行された、あとは、不当逮捕で、後に不起訴になったけど、警察に暴行されて、手錠をかけられて暴行されて、無実無罪やったというか、警察が嘘ついて逮捕した。 えーとね免許を提示してたのに免許不提示で逮捕してほんと時間切れたで逮捕して嘘ついて時間切れじゃ逮捕できないからえっ、ー、と逮捕できないから嘘をつくって免許を提示してなかったことにとことで嘘ついて警察が自分を逮捕してその証拠があります言うて検察で不起訴になった件ねこれが警察が 自分に不当に暴力をしまくったということに対して事実がありますね。事実があるね。で、この事実があることを、えっ、ー、とね、TikTok の、なんだっけ、えっ、ー、とね、カラスカラス、カラスカラスっていう、ね。で、これちょっとこの携帯じゃ無理やけど、えっ、ー、とね、 この間話をして結論、警察のことに洗脳されて私は100%警察を信用します。あなたで言ってることが妄想であり精神病行きで、えっ、ー、とね、そういうことね、妄想を、ね、発言発信するなということでねで、決めつけて決めつけて決めつけて私は自衛官だから警察の言い分を100%信用します。 警察がそんなことするわけないもしもなってたらニュースになるはずだあなたは妄想を言っている精神病気だって言っておいてそれは侮辱に当たるよって言ったらあなたは警察に対する名誉を毀損でやって警察に情報を提供しますねあなたが警察に対する名誉を毀損で侮辱で警察に対する侮辱をしている私は警察を100%信用しているだから名誉を毀損で訴えますからあなたをって言って 電話話を切られたという話で一応情報を取ってこうかなと要するに洗脳されてて「警察は悪いことするわけがない」と言って事実確認もしなくて電話を切られてその後に証拠の警察に暴行された証拠をインスタで喋ってたから動画全部上げたら今ね、まあ、要するにブロックされたってことだね事実を認めないと。 それなのに、その彼ジジ、えー、元自衛官のカラスという人間は、結構な要注意人物と思いますよ。なぜかって言ったら、50人、100人ぐらい集まったのか知らないけど、政治思想を語ってるね。で、生放送やら、配信でね。で、これが100%、70年前のこんなロシアと仲良くできますか、なんとかとかね、言ったときに、一つの説しか言わないね。一つの説しか言わない。 北方領土を奪ったから、おろしゃが悪いってね。あれ、アメリカがね、今奪えて煽ったとかね。そういった説もあるのに、それ言わないとかね。いろいろ、いくつもあるわけですよ。それで発信しときながら、それはちょっと違うよって言ったならば、そういった反論、反対、ちょっとそれはもう一つの説があるよって話をする人間は、一切ブロックをしまくるね。ということは、教祖様のようにね、ね、私だけを信じなさい。他のところは、ね、信じるなというね。 あたかもね他のいろんな霊感商法のようにうちの宗教だけ信じなさいあとはダメですよっていうふうな感で,で囲んで囲んで、ね、何十人何十人呼んでずっと話してからどんどん信者を増やそうとするような活動してるのが30歳ぐらいでそれで自分が信じるもの、ね、自衛官だからお国のためには、ね、明日でも さっきあの自衛官が言ったことねお国のためなら今日でも明日でも自分の命を捧げることができるっていうふうに私にずっと言ったわけね今ねじゃあ明日あ国のためにね死ぬあのっていうふうに何回も言ったのでねそれ実現とかその証明してほしいぐらいあるんですけどねで何十年でその戦艦が入っとったら 上司のの命令が絶対みたいいなな洗脳されてるのか分かんないけど警察が暴力するわけない取り調べ地で暴力するわけないねっ聴の強要をするわけないって言ってるけどされた本人から言わしてみたらね事実確認はその事実確認を警察がしなくてうちの身内が2人死んだもんやけんねでそれもね認めない妄想と言い張るわけでもう一回言いますねでこれではいそれでその証拠をねメールで送ったらブロックをしたと。 だだから騙さされないいようにしてください30歳ぐらいの若い男の子だけ別に追い込んだりいじめたりしたくないけれども、ね、結論自分が勉強不足だったことは、ね、知らない内容をまず聞いて判断するのにもうすでに30歳にして人の話を聞かなくて決めつけてるねでその決めつけて、ね、いやそんなことないんだよとちなみにあのブチャ殺害とかはなんとかとかいう話でロシアとか、ね、ウクライナのやつで自分が YouTube だけたらバンされるわけね このバンされるっていうのは何がバンされるかって言ったらえっ、ー、とねもうこの国は情報統制されとってすでに自分が8年間ウクライナがロシア派の人を虐殺してるっていう動画を上げたらバンされるわけねこれを送ったんやけどねでこの携帯でしとるからねこっちでちょっとストレージがあった時見れないけどねそういった話を言おったわけやねこの間この間。 ティックトック、ユーチューブや、中やね、だから個人のやつで教えてから、それを見てから反論できるかって話。えっと、カラスからスで、ね、警察でもなんでもないけど、事実確認をしてからお前話と、話すは、これは、民主主義、民主主義って言ったら、事実確認。<laughs> ロシアがね、じゃあで、ブチャ殺害をした証拠あるでや。ロシアがブチャ殺害した証拠あるや。あるや。それで、林外務大臣はね、 ね、お金渡したとで岸田総理は渡す、事実確認が先やろうが、まず事実確認してね、これが目に入らんのかっていうまあまあ、ね、こういったことをして、しね、えー、ねえっとロシアが崩すぎて、ロシアが崩すぎてっていうふうなことを言ってるけど、自分の、えー、と中には、ロシアじゃなくてアゾフがやったね。ね ブチャ殺害とというふうふな写真動画があるとで事実確認したウクライナ語ロシア語喋れないからでね、えー、いろんな大学に電話したり外国語学校に電話するけど今のところ誰一人協力しようとしないからね一応回ってねいろいろその情報がい届いてないと思うけど、まあ、ちなみにそういうふうに言われたとだから逆に名誉毀損なこと言われたわけね自分の証拠があるからメアド教えてもらえるしって言ったら個人情報は教えないで逃げるわけね 名誉、の侮辱みたいな発言しておきながらね。で、それで、写真、動画,、ね、動画送れない写真だけ送りつけて、すべての証拠がわかるやつね。それで反論してみーって言ったら、かかってこないね。あれだけ言っといて、警察を信用して、なんとかって言う、ね。あなたが嘘つきだって言ったらね、嘘ついてない証拠を出したら、逃げましたね。逆に侮辱発言した後ね。これが大体人間の世の,世の心理状態ってやつね。 一応そのことで、うん、難しいね。その証拠のやつあげたいけど、ちょっと難しやけど、まあ一応その出来事があったと。要するに、警,警察に相談して、警察の名誉毀損を情報を提供して、あなたを訴えるという投げ台詞を言って、電話を切って、だから逆にさらしたかったけど、ちょっとその証拠取れんかったな。 ちょっと取れんかったけど、ちょっと事実だけ一応風に言ってからね、そういうことがあったと。逆にその本当の事実を見なくて、自分たちは根拠は根拠はって言ってきながら、その証拠を見たらブロックしたとね、見たかどうか100%の確認取れんけど、というような、なんていうかな、弱い、なんとか頭悪い人はあんまりいけしたくないけどね、そういった出来事があったので、 カラスカラスカラスという TikTok で何十人とか100人か集めて政治思想みたいなことを語っているような人間には気をつけてくださいと思って一応動画撮りました。以上です。